どうも肉まんです。今回はコストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。今週も気になる商品いろいろありました。まずはサーモフラスク真空ステンレスボトル 709ml×2本入り、お値段が1880円でした。すごくしっかりとした水筒っぽかったので、水筒を探している方には良さそうです。夏は冷たく冬は暖かく飲み物が保てると思います。あとはシマントヒノキのまな板 M&L 2枚セットスタンド式、お値段が4128円というものが売られてました。ちょっとしたスタンドもついてるみたいですね。ヒノキのまな板が新商品でありました。オンラインショップで売られてるヒノキのまな板は昔から気になってるんですけど、なかなか買えずにいます。次買うときはオンラインショップか楽天で買いたいなと思ってます。あとは角深皿3個セット持ち手付き、お値段が1878円というものが売られてました。持ち手があるお皿って初めて見かけました。なんか不思議な感じがしました。すごく良かったんですけど、ちょっと柄が私好みではなかったので今回は見送ってきました。ただカラフルで食卓もカラフルになりそうですね。あとはフードコンテナ SML2 個ずつ入ってて6個入りです。お値段が2338円というものが売られてました。色合いが水色、紫という2種類が売られてました。すごく可愛いなと思いました。そして容器はガラス容器です。上にはポコッとシリコンの穴のようなものがあって、そこで空気を抜いたりしっかり真空させたりすることができます。こういうタッパーって液漏れがしやすいと思うんですけど、比較的そういうのに比べては真空になって液だれがしにくそうでした。あとは種なし巨峰、お値段が1998円というものも売られてました。手土産に良さそうです。あとはレッドブルーシュガーフリー 250ml×24本、お値段が3738円というものも売られてました。レッドブルーの普通の色のタイプは昔から売られてたんですけど、シュガーフリーは初めて見かけました。レッドブルーよく飲んでる方には良さそうです。こんな感じで気になる商品いろいろありました。今回はフードコートで残念なお知らせがあります。私が行ってる店舗ではブラックチェリーサンデーもう売り切れです。視聴者様からもいろいろメールをいただいたんですけど、いろいろな店舗で売り切れになってるそうです。私が1年で一番美味しいなと思ってるアイスがすっごい短い期間で本当に残念です。私2回食べて終わっちゃいました。こんなに早く終わるならストックしておきたかったです。他の店舗さんではピーチソフトクリームが始まったそうです。それはそれでピーチ味のソフトクリーム食べたことがないので楽しみに行ったんですけど、なくてがっかりしました。来週楽しみにしたいと思います。今回買ってきた合計点数19点、合計金額 22,599 円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにパークランドニトリルグローブ M サイズ400枚入り、お値段が3880円でした。1枚あたり10円です。こちらの商品頼まれてきた商品です。先週も買ったんですけど、今週行ったらまたあったので買ってきました。こちらの商品1世帯1個までの限定商品です。 SML というサイズがあるんですけど、今回また S がなかったです。本来 S が欲しいんですけど、 S がないので M にしてきました。続いてアロマジュエル詰め替え用 760ml×2個入り、お値段が1538円でした。1個あたり769円です。香り付けビーズなんですけど、すごく香りがいいです。パン君お気に入りの香りなのでこれをリピートしてます。続いてオキシクリーン多目的ウェットシート30枚入り ×2個入り、お値段が868円でした。1個あたり434円です。オキシクリーンシリーズからウェットシートが出てました。オキシクリーンっていう文字が入ったパッケージを見るとすごく汚れが落ちそうなイメージです。30枚しか入ってないんですけど、容器自体結構大きめです。なので1枚のシートの大きさが大きいのかもしれないです。いろいろなところに使えるみたいなので今回買ってみました。車で使おうかなと思ってます。続いてアイリス大山
ペットシートレギュラーサイズ240枚入り、お値段が通常1588円のところ300円引きしてて1288円でした。1枚あたり5円です。今週はペットフェアということでペット商品がすごく割引されてました。厚めのシートが欲しかったんですけど、厚めのシートは売り切れてました。なのでレギュラータイプの普通のものを買ってきました。いつも安い時に買ってます。続いてドリンクカップセット12個入り、お値段が977円でした。1個あたり81円です。この商品すごく値下がりしてました。通常のお値段2200円台で売られてたみたいです。前に気になってはいた商品なんですけど、こんなにもいらないなと思い買ってなかったんですけど、すごくお安かったので今回買ってきました。いろいろな柄に2種類のサイズのコップが入ってます。こんなにもいらないので3家族4家族ぐらいで使いたいなと思ってます。続いてカルフォルニアカルローズ米 5kg 入り、お値段が1198円でした。久しぶりにこちらのお米が入荷されてたので買ってきました。このお米美味しくないっていう方もいるんですけど、私は普通に食べられます。続いて大豆まるまるお豆腐 150g×4個入り、お値段が通常498円のところ100円引きしてて398円でした。1個あたり100円です。こちらの商品割引してたので購入してきました。すごく濃厚なお豆腐でとても美味しいです。これにきな粉だったり黒蜜をかけるとデザートに早変わりします。すごく贅沢な商品なので、こういう割引の時は積極的に買いたいです。続いてカナダ産エンジェルスイートトマト 908g 入り、お値段が798円でした。こちらの商品リピート商品です。今回もお値段がお安く買えて嬉しいです。続いて井村屋お餅つきぜんざい4個入りお値段が677円でした。1個あたり169円です。こちらの商品も末尾7とお安くなってる商品だったので買ってきました。私のお父さんの大好物です。すごく本格的なぜんざいなのでとても気に入って食べてました。やっぱり井村屋商品はクオリティが高いです。続いてコーンブレッドローフ 2.5 斤入りお値段が599円でした。コーンブレッドローフ久しぶりに見かけました。もうミルクブレッドは終わっちゃいましたね。コーンブレッドローフも昔買ってすごく美味しかったので買ってきました。次はホテルブレッドですかね。この3種類ローテーションでだいたいパンコーナーに売られてます。なので味が変わった時は最低1回は試したいですね。続いてアメリカ産ネクタリン 1kg 8個入りお値段が980円でした。1個あたり123円です。先週から新商品で登場してます。去年買った時出始めの頃で甘さが弱かったので、今回終わり頃にしようかなと思ったんですけど、甘くて美味しかったですよというコメントをいただけたので、今回やっぱり私はネクタリン好きなので買ってきました。すごく食べるのが楽しみです。硬い桃のような味わいで本当に美味しいんですよね。ただフルーツなので個体差がかなりあります。甘い桃の味だったらいいな。続いて飛騨高山ラーメンセットおいだや8食入りお値段が通常998円のところ100円引きしてて898円でした。1食あたり112円です。久しぶりにこのロードショーがやってました。ロードショーの中でも結構私は楽しみにしてるイベントです。いろいろな味があるので自分の好きなスープの味を選べます。で、今回初めて登場する豚骨ラーメンで味鮮ラーメンが入ってたので、味はもしかしたらいつも買ってる味鮮ラーメンと違うかもしれないんですけど、そちらを2食買ってきました。すごく食べるのが楽しみです。続いてアメリカ産ブルーコーントルティーヤチップス 624g 入りお値段が998円でした。お菓子コーナーで見かけた新商品です。トルティーヤチップスでブルーの色をしてます。すごく変わった色合いですね。トルティーヤチップス普段めったに食べないので久しぶりに食べる食べ物です。ドンタコスみたいなのかな。パン君がよく好きで食べてます。続いてタイ産県民焼きビーフン鶏だし醤油味12袋入りお値段が1098円でした。1袋あたり92円です。
こちらの商品また入荷されてました。良かったです。今回は1個しか買わなかったんですけど、カロリーが低いので夜食のお供になってます。ずっと売り切れてたのでもう出会えないかなと思ったんですけど、入荷されててとっても嬉しかったです。あともう一袋ぐらい買っておけばよかったなとちょっと後悔しております。続いて大塚食品マイサイズアソートセット6食入り、お値段が通常1498円のところ200円引きしてて1298円でした。1食あたり216円です。割引されてたので3ケース買ってきました。家族に頼まれてきた商品です。賞味期限も7ヶ月あるのですごく安心です。割引しててくれてよかったです。続いてプルムオンチーズトッポギ2人前 ×2 袋入り、お値段が1178円でした。1袋あたり589円です。プルムオンのチーズトッポギは昔も売られてた商品です。パッケージ変更されたものなのか、まあ、中身も違うのかちょっとわからなかったので今回買ってみました。プルムオンのチーズトッポギはちょっとお値段が高いなと前に思ったことがある商品です。そしてとても辛かった気がします。久しぶりに見かけたので買ってきました。続いてフィッシュ&チップス 100g あたり108円、 1233g 入ってて1332円でした。デリカコーナーからの新商品です。フィッシュ&チップス美味しそう。タルタルソースがたっぷり入ってます。パンガシウスフィレのフリッターみたいですね。ポテトも入ってます。食べるのが楽しみです。こんな感じで今回買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今週も割引商品だったり新商品いろいろ買えたかなと思います。早くネクタリン食べてみたいです。私これ大好きなんですよ。そういえばレーニアチェリーはもう売り切れてましたね。アメリカンチェリーだけ売られてました。そして私が最近ずっと欲しいなと思ってる青さはやっぱりなかったです。ある店舗さんではずっとあるみたいです。なので店舗によっては全然入荷数が違うんですかね。また入荷されてほしいなと思います。すごく心残りなのがブラックチェリーサンデーをもっと食べておけばよかったとすごく後悔してます。また来年まで待ちたいと思います。いつも早いんですよね終わるのが。ぜひ気になる商品があったらチェックしてみてください。こんな感じで終わりにしたいと思います。少しでもいいなと思ったらグッドボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。